取り切った後に1階のプラントの準備をする必要があるので、うんうん、それめちゃくちゃ手間が多すぎるんですね。そうするとまあこのマップ総じて言えることだよね、手間が多いっていう。そうなんですよ。Welcome to Siege TV。さあ始まりました Siege TV。 今回のゲストはキノトロープゲーミング所属のコメス選手です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで今回のテーマはプロ解説新大会マップアジト攻略ということでですね、9月7日にレインボーシックスジャパンリーグ通称 RGL というですね、コメス選手も出場するプロリーグが始まるわけですけれども、まあ、新マップとして伝説のマップオレゴンに代わりアジトが追加されることになりました。コメス選手、正直なアジトに関する所感というか感想いかがでしょうか。正直なこと言うと、うん、暗い部屋なんで、はいはい、あんまり雰囲気が好きじゃないんですけど。はい、けどあの構造とか結構競技的になってて、うんうんうん、面白いなって思います。そうだよね、なんかアジト初めて、まあ、ランクプレイしたりとかカスタムで見てみると、うわこれ絶対競技シーン向けに作ったわって考えれちゃうぐらい広いし、階段も多いし複雑だしっていうのがやっぱありますよね。ということで今回はですね、まだあまり認知されてないアジトの基本的な攻め方守り方を勉強していこうという動画でございます。まあランクマッチだったりとかね、スタンダードでも使えるような攻め方守り方を皆さんで勉強していこうという企画でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでゲーム画面どうぞ。はい、ということでアジトのマップに来たんですけども、まずはちょっと攻め方から説明ということで、一回ちょっと聞いていきたいんですけど、このアジトの攻防で、はい、まあ、優先順位あるじゃないですか。拠点でいうと2階のボムが1つ、1階が2つ、地下が1つの4拠点なんですけど、はい、お米選手的には序列はどんな感じなんですか。どこが一番強い。正直に言うと2階が一番強くて、うん、はいはいはい、ここですね、このそう、はい、ここなんですけど、正直に言うと地下より1階の宿舎のボムの方が強いと思ってて、うん、なるほどなるほど。でその最後に3番目に地下、はいはいはい、で4番目に1階のボムの名前分かる武器庫かな、うん、武器庫室この真下にある、はい、ここですよね。武器メンテナンス、武器メンテナンス、はい、と武器庫、ここが一番弱いと思ってます。はい、なるほどなるほど。はい、ということでじゃあ序列説明していただいたところで、メインのこの、まあ、マスクルームとかオフィスですよね、メインオフィスがあるこのボムの拠点の攻め方をちょっと説明していただこうかなと思うんですけど、基本的な守り方を補強した形にしてます。補強と車線開けた形にしてるので、まあ、どこからいきますかこれは。そうですね、まあ、一番スタンダードの攻めとして、うん、この複数指令室を取る攻めがあります。はいはいはい。でこれどうやって取るかなんですけど、エースとかあの火花のような投げて割れるオペレーターが必要で、うん、はいはいはい、この窓を割ります。この窓ラペリングの窓ですよね。そうです。でもそれラペリングする必要がなくて、ほうほうほう、外から回るとここの外の階段の上から、はいはいはい、エースを投げれるんです、ね、ああなるほど。そうで投げて割ることによってこの作戦指令室を取りやすくすると。なるほどね。じゃあ廊下にまで車線通したいんだ。まずはそうですね、まずランクとかでもよくあると思うんですけど、アザミンとかミラーとかを張って守ってくるんですよね、ここ、はいはいはい、だからそれをまず倒したいということで、うんうんうん、ここにエースを張って割ってもうどかします。ここもう居場所なくなるので、うんうんうん、これで、まあ、たまらず相手は引くと思います、はい、まずここまでラインを下げると。そうですね、はいはいはい、でここからよくあるスタンダードの攻めでマスクルームを割ります、うん、ほうほうほう。これもうマスクルームここまで来ると、うん、マスクルームを割れたらここでプラントができます。ここできるんだよね。そうなんだよね。ここでできるんです。案外なんかちょっとここ入んなきゃいけないのかなと思うんですけど、できるんですよねこれね。ここできちゃうんです、はい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 、しかもなんかめっちゃ安全な柱があって、うん、そうね。でだけどこれカバーが難しいんですよ、うん、こうなると。そうですね、リトロとかもちょっとせないですよねここからね。そうなんです、はい、だから、うん、ここを割るとすごく快適になるんですけど、ほうほうほう、これどうやって割るかっていうと、はい、屋上からエースで割れます。おお、じゃあまあ結局サッチャとかね、ミニエプとか持ってきてみんなで割ろうやって話ですよね、はい、でこれの、はいはい、ここから遠投できるんですね。ほう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 、ここからエースが遠投できます。これもうちょい角度つけたら綺麗に割れる気がするな。ここちなみにラペって割るのはなし。ラペって割るのもいいんですけど、うん、ラペとかマーベリックとかテルミットで割るためには、うん、そうですね、窓がありますもんね。この連絡通路、うん、敵側のエリアであるこの連絡通路を抑える必要があります、うんうん、だから抑えればテルミットで割ることもできます、うん、なるほどなるほど。でこれちょっと手間があるので、
まあエースで割れる場合はエースで割っちゃってもいいと思います。でも、うんうんうん、まあこの連絡通路を抑えるのがよくあるかな。例えばノマドやグリッドロックがここに置いて、うんうんうん、でこの連絡通路を待つみたいなのがあります。なるほど。あ、そっか、結構クレリング簡単っすもんね、ここ ね、階段見て この廊下見ればいいから守れないと思います。まあそうだね、だからライブドローン1個あればいけそう。まあエースの遠投をしなくてもテルミットとか、うん、マーベリックで簡単に割ることができますね。うん、なるほど。じゃあまず割って、それで結局この連通抑えるの1人いるとするじゃないですか、はい、連通抑え1人でこのオフィス攻めるってなると、この割ったところに関しては外からこう覗く感じなんですか、こういう風に。そうですね、外から覗くだけで、うん、これ結構プラントが深いんですね、うん、そのプラントの位置が、はいはいはい、だから防衛側も結構深くまでこうやってピークしないとプラント止めれなくて、うん、はいはいはい、だから1人がこの作戦指令室側から直接カバー、はいはいはい、だからここも開けれるともしかしたら見やすいのかもしれないですね。なるほどなるほど。で直接カバーとロビー階を大体守られることが多いので、この階段ですね、うんうんうん、ロビー階段上、ここを守られてると潰すパターンもあるんですけど、はいはいはい、これを無視してプラントできる場合はこっちから通路をカバーした方がいいですね。うん、なるほど。あ、なるほど。こっちから通路や、はいはいはい、ここのサーバーの露手、うんうんうん、最低2人いたらできるかな、カバーがっていう感じですね、うん、こういうクロスでプラントをすることができます、作戦シリーズは。今メインオフィスとかマスクルームの攻め方を教えてもらったんですけど、基本的にはこのレインボーシックスルームですよね、 R6 ルームの攻め方もあるんですけど、ちょっと手順が多いから今回は簡単な攻め、基本的な攻めとしてはメインオフィスの攻めって感じにしました。そうです、レインボーシックスルームはちょっと縦のオペレーターとか、うん、例えばインだとか、うん、その難しいオペレーターが必須になってくるので、はいはいはい、ちょっと難しいわけですね。うん、なるほど。じゃあ次1階の2番目に強いところ行きましょうか。はいはい、ということで次の拠点に来たんですけど、次は1階の宿舎ですね。はい、ということでどういう攻め方が基本的になるんでしょうか。そうですね、まずよくある悪い位置、うん、この外から直接割れるのがここしかなくて、うん、はいはいはい、まず大体の場合ここを割ります。はい、でよし割れた、これでじゃあプラントができるんじゃないかって思うんですけど、はいはいはい、ここめちゃくちゃ難しくて、ほう、上下とこのタッチからめっちゃ車線通ってるんですよ ね、はい、これ逆方からも通ってるしね。そう、逆からも車線あるし、これめちゃくちゃ厳しいんですね。はいはいはい、だから今回紹介するのがこっち宿舎通路側をまず取る、ここが結構取りやすくて、ここですね、この緑階段の方のローカーね。そうなんです、はいはいはい、緑階段のこのドア、リフトから来るドアを壊すの、バリケード割ってこの通路側のこのドアをバリケード割れば、はい、そんなに居場所ないんですね、この辺って。そうですね、むしろ階段でこぼるぐらいしかないですよね、多分ね。で階段もさっき紹介したその連通なんで、うん、そうですね、これそんなに守れないんですね。そうですね、ここきついですね。そうだから、うん、ここを取ってここを割れ攻めをおすすめします。はいはい、まあロック位置は多いけど、みんなで集団で攻めれば大丈夫そうですね、これね。そうですね、はいはいはい、割れた。でここ割るんですけど、うん、ここ一応上下あるんですね、うんうんうん、あるんだけどこの上下って結構限定的な上下になっていて、ほうほうほう、これ上から見ると分かるんですけど、上下覗くのが結構難しいんですね。なるほど、じゃあちょっと身を乗り出さないといけないみたいな感じですかね。あ、ここでこの上下がこれなんですけど、はいはいはい、こんなところで頑張って見てたら、うん、守ってないエリアでいるこのマスクルームとか、はいはいはい、作戦指令室側、うんうん、からエントリーされてたらすぐやられちゃうんですね。そうですね、この廊下進行するだけで見えちゃうからね、こうやってね、後ろ姿多分ね。そうなんですよ、はいはい、お尻狙われちゃうので、はいはいはい、だからここで割ってプランするのをおすすめします。うん、なるほど。じゃあこのだからメインオフィスは取った方がいいんですか、攻め方。そうですね、はい、手順としては、はい、まずメインオフィスと作戦指令室を2回攻めと同じように取る感じですね。なるほどなるほど。じゃあ割り職に済みというか、テルミと、まあ、エースとか火花持ってきて壁割ってみたいな感じですかね。ここそうですね、そうなります、はいはいはい、でその次は、うん、やはりこの連絡通路は押さえておくと強いので、はいはいはい、連絡通路をグリッドロックやノマドで押さえて、うん、で次はこの緑階段合わせて緑階段の通路も取ります。はいはいはい、でここを割って、うん、でこれだけだとプラントするって言っても、まあ、そんなシンプルにはいかないんで、車線とか現地中が怖いので、はいはいはい、なんかテルミットならではだと思ってるんですけど、はい、やばい、ちょっとスタンにしちゃった。スモークがいいのね、本当は。じゃあどこにスモークたけばいいですかね。スモークをこのドローンの位置、はいはいはい、この辺に焚いて、うん、
ここでプランすれば、はいはいはい、まあ、C4 があんま届かないんですね、現地の人から。確かに、すごい実り出さないと。そうなんです、ね、だからこの宿舎通路取れてる時点で、うん、宿舎なかったらそんなに居場所なくて、ここで門待ちするとか、うん、このロッカーの裏にいるとかぐらいしかなくて、うん、まあそうですよね、ここの廊下全部取ってるんで、こうやって来る可能性もあるわけですからね、差し込んでね。そうなんです、はいはい、だから C4 とか投げたくても結構乗り出さなきゃいけなくて、うん、なるほど、宿舎通路からカバーしやすいですね。だからここに羽毛を焚いてプラントするか、しっかりプラントしてならオサとかモンターニュ、はいはいはい、ブリッジなどといった縦オペレーターを使うと、もっとスムーズにプラントできると思います。うん、なるほど。じゃあもうここに関しては割とプラント狙うのが正しい。いやー、そうですね、やっぱ上を取り切った後に1回のプラントの準備をする必要があるので、うんうん、それめちゃくちゃ手間が多すぎるんですね。そうするとまあこのマップ総じて言えることだよね、手間が多いっていう。そうなんですよ。だから、うん、こういう簡略なプラントを見つけて、うんうん、結構早い段階で仕掛けていく、なるほど、が多分いいと思います。それこそ、うん、プラントを例えば通すだけに使うんじゃなくて、結構無理やりなプラントを始めて敵を釣ってキルを取る、はいはいはい、みたいな作戦も考えられますね。うん、なるほど。じゃあ次地下行きましょうか。はい、はい、ということで地下パートにやってきたんですが、まあ、地下の防衛拠点ということで、まあ、ちょっと説明方説明していただくんですけど、まずこの倉庫から攻めるっていうタグがあると思うんですけど、これどうですか。これなんですけど、はい、倉庫攻めめちゃくちゃ手間がかかるんですよね。はいはいはい。というのもまずここを割って、うん、この倉庫をまず取ろうとするじゃないですか。はいはいはい。で倉庫取るだけだとそれはそれでまだきつくて、はい、このロッカー室、ね、バレル倉庫もまあ守れるんですけど、はいはいはい、バレル倉庫取った後のこのロッカー室、はいはいはい、これマジで取るの大変で、はいはいはい、ここを取るためにこの補強を割らないといけないんですよ。はいはいはい。電子機器から割るやつね。そうです、この電子機器から回って、はいはい、ここ割らないといけないんですよ。まあ、一応外直だけど、まあ、手間は増えるよね。一応これをあっちからカバーしてくる、そのロッカー室から、うん、はいはいはい、バリを阻害してくるっていうパターンもあって、あ、その窓で、そう、あのバリケードからテルミットとかで悠長に割ろうとしてたら倒そうとしてくるみたいな。なるほどなるほど。面倒なんですね。でさらにじゃあロッカーまで取ったら、次はこのミサイル、うん、そうだミサイルだね、このミサイルロッカーからミサイル、そう、ここ大体補強あって、ここ補強を割らないと次いけないんですね。で補強割ったらミサイルをどかせるようになるので、これでようやくでもこの毒素も飛んなきゃいけないしね。毒素もあるし、次上下もあります。上下もあって、はいはい、でここでこっからプラントしなきゃいけないっていう、この辺とかで。なるほどね。じゃあちょっとしんどい、めちゃくちゃ忙しいんですよ。はいはいはい。だから今回紹介するのは裏攻め、はいはいはい、なんと裏攻めなんですけど、うん、このハッチからの射線が劇的なんですよね。ほう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 。じゃあ一緒に見に行きましょう。攻撃側で割るってことですよね。そうです、攻撃側がハッチを割ると、防衛側は基本的に閉めてるからね、有益出るとき以外はね。そうですね、はいはいはい、大体閉まってて、そのまあハッチを補強してあるんですけど、うん、まあ、バックのハードブリーチングチャージ、それこそ火花などで割って、はいはいはい、これ伏せてこういう風に割ると、やばいねこれ、逆ボムまで見れる。すごいねこれですね、めちゃくちゃカバーができます。そうですね、ニトロとか投げれないね、こうなるとね。ニトロ厳しいですね。はいはいはい、なるほど。でこの辺を開けて、うん、この研究所出口っていうこの横に細い道がここにあるんですね、はい、この現地の横に。ここをどかして、この通路から、うん、ここだ、こっちからろ過からつながる通路をどかして、はいはいはい、でこのハッチからの車線と、次この裏口倉庫ですね、後ろの倉庫、まあ、外直ですからね、すぐ入れちゃうところね。そう、ここから入る、はい、ハッチ上、うん、でこのロッカーを取る、はいはいはい、で通るんですよ。もうなるほどね。でここがプラント墓地です。わー強そう、ここ、これこっそりプラント的なこれ強そうっすね。でもで絶対上を取んなきゃ無理だよね、この拠点に関してはね。だけど上の取りやすさをちょっと紹介したくて、はいはい、はいはいはい、なんと2階さっきの上下を取るためにこのハッチを割ると、はい、この真下、武器メンテナンスに行けます、はいはいはい、で武器メンテナンスが取りやすくて、このハッチを割るのと、うん、この射撃場、これ射撃場ってこれ入り組んでなくて、これ全部外なんですね。そうですね、外からつながってる。ここのバリケもそうだし、そう、ここも外なんで、はい
ップ射撃場も取りやすいと。そうですね、ここ結構簡単に取れますよね、ここ。そう、車線がもう超通るんですよね、ここも外、うん、ここも外、もうすごいからね。ちょ厳しいんですよ、だから防衛側が守るのが、はい、でここ守れない、はい、で武器メンテナンスまで取って、うん、今度はこの武器庫を挟む必要があるんですけど、はいはい、武器庫も挟みやすくなってて、この窓ですよね。あー出たね、この窓ね、このレンジトンネルからの窓、これ外からなんですよ、はい、でこの窓からドア見れちゃうのと、はい、これ青階段、これさっき紹介したこの連絡通路なんで、うん、あーなるほど、これも取りやすいんですよ。はいはいはい、そうですね、だから取りやすいがいろいろ重なった結果、うん、この上下も来やすい。でもこの遊撃ちゃっちゃとみんなでハチとか割ったりとか2階から進行してどかしてパパって開けて、はい、現地外直から進行してすぐプラント、ここでプラントってことですよね。その前にちょっとロッカーを取る必要があるんですけど、はいはいはい、このロッカーをこの、うん、この階段とここを割った方が車線的には強いです。あーなるほど、これ割るとすごく車線があって、うん、カバーがしやすいんですね。割るとここかな、これですね、この一直線に。で、あとあれか、ここから露呈する敵も見えるのか、こう。そうなんです。なるほどなるほど、だから上下とこの車線で、あと倉庫、外直からつながってる倉庫、はい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 、でこれカバーして挟むみたいな感じですかね。挟むっていう感じになります。うん、なるほどなるほど。はい、ということで最も弱い拠点、武器メンテナンスにやってまいりました。ちょっとここじゃあ説明していただきましょうか。もうどう攻めますか、はい、武器メンテナンスは。このボブなんですけど、はい、まず射撃場を取ります、はい、で取るんですけど、ここですね、うん、防衛側が守るのが厳しすぎて、はいはいはい、でこの部屋を取りたいじゃないですか、はい、だからこの隣に繋がってるこの射撃場を取ろうとするんですけど、うん、あれこれ外なんですよしかも飛び越えでも何でもなくね、通路っていう、ね、立ち通路これで、これあの、はい、他に建物に繋がるルートって、はいはい、こんだけなんですよ、独立してて、はい、こんなとこ守るの厳しいんで。いやそうですね、ここでしかも耐えて戦おうと思ったら窓あるしね、そうこっちの窓も厳しいんですよこの窓からの車線があって、ね、はいはいはい、守るの超厳しくて、多分グレイっ子とかで耐えてるプレイヤー多分どかせるよねそうですね、グレイもフラッシュでも全然多分居場所ないですよ、なんか、うん、ここだけに入りますか。いや無理ですねそうで厳しいんですよ、はい、だからここ取っちゃって、はい、もう割るとすぐに、はい、割りましょう。はい、ドカン割った。はい、割ると一応現地からの逆車線、はいはいはい、逆サイトからの車線あるんですけど、うん、行っちゃえばもうプラントできます、うん、これもうこの辺とかで、おーおー、行っちゃえばですね、プラントできるんですよ一応。あるで一応車線は通るのか、車線は通るんですよ、逆からのカバーで、はいはいはい、この椅子を壊せば、うん、結構隠れ設置できるんですけど、はいはいはい、なんですけど、うん、まずそのこのプラントのタイミングに上下が大事になるわけなんですよ、うん、そうですね、上下は一応ありますね。上下があればプラント止めれるやんって思うんですけど、はい、実際に上下を見てほしくて、はいはい、皆さん上下はこちらでございます。ここなんですよ作戦指令室、これあの上下外です、外からの車線ですこれもう無理っすね。そう、外から守らなきゃいけなくて、はいはいはい、でさっきプラントした位置がこのここなんですけど、うん、これ覗くにはあの無理だ、持たないといけないっていうそうなんですよ、苦し紛れにアザミの牙バリアで塞いだとしてもすぐ壊されて無理っすもんねそうなんですよ、はいはいはい、じゃあさっきちょっとプラントポジもう一回見に行くんですけど、はい、このプラントポジこの通路から車線通ってるじゃんって思うじゃないですか、はいはいはい、この通路見に行くとここに、うん、あの外直があるんですよ。あ、そうなんですよね、すぐ行けちゃうんですよね、これすぐにエントリーして裏も取られるというか、ノーノーと見てるわけにはいかないポジションにはなりますよね。そうなんです、だからこれめちゃくちゃ厳しくなってて、うんうん、まあ一応こういう攻め手順になります。でしかも、はいはい、じゃあ逆ボムからなんかスモークとか炊けばいいじゃんってなるじゃないですか、はいはいはい、逆ボムもここ厳しいんですよ。なるほど、これ青階段なんですけど、はいはい、これは何度も見たこの連絡通路、この取りやすさナンバーワンの連絡通路、取りやすさナンバーワン連絡通路の階段を下った先に現地があって、うん、なるほどね、スモーク投げてたら言うよ、悠長にあの後ろから敵が来ちゃうんですね、うん、そうですね、しかもねここローカル対応と思ったらバリケル2つあるしね。そうなんですよ、これこれね当時って厳しいんですよね、やっぱ。だから結構ばらけてそのプレッシャーかけていけば何もできなくなっちゃうよって話ですよね。そうですね、うん、もうばらけてその射撃場を取るのが簡単なんで、うん、もう 2,3 人とかで取っちゃって、はいはいはい、
で作戦司令室と青階段をしっかり押さえて、最後にこのロビーだけちょっと気をつけながら、まあ、ロビー車線通してれば何もできなくねとは思いますよね、もはやね。もう見てて、そうですね、もう普通に見てていいぐらいですよね、もうね。見てていいですよね、うん、これも。だし、まあスモーク投げてもいいしね、単純にね。そうですね、はいはいはい、それとかあの青階段がめっちゃうまくいってたんだったら、うん、逆にこういう設置とかもできますもんね。なるほど、なるほど。助言は本当厳しいんで、うんうんうん、っていうボムになってます。なるほど。だから先ほど、まあ、言ってたオサとかここに置いて、ここの車線をクリアしつつ、このオサタクティカルシールドの裏でプラントするって感じですよね。そうですね、あ、タロンエイトシールドですね。タロンエイトシールドの裏でタロンエイトシールド、はい、プラントっていう感じ。あ、弱いわ弱いです、これなるほど。これだからもうリスキルとかするんじゃないか、このまあちょっと、ハードピークではありますね、はい、守り方編でそこら辺は話してもらおうかなと思います。Let loose, come get that. Can you play that back, back, back? Can you run that back, back, back? I'm trying to play that back, back, back. I want that. Hey, Tap, tap, let's go, let's go. Tap, tap, let's go, let's go. Tap, tap, let's go, let's go. Right here, can you feel? Let's go. Tap, tap, let's go, let's go. Tap, tap, let's go, let's go. Tap, tap, let's go, let's go. Right here, can you feel that?Feel that, ooh, the real back, ooh, I'm still that, ooh, you catch that, ooh, I guess that, the best back, yeah, yeah, 30,000 up on my pallet, might jump out if I'm wildin', catch my flow, I'm so stylish, tap, tap, real smooth, can you play that back, 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 can you run that back, 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 I'm tryna play that back, 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 I want that, hey, tap, tap, let's go, let's go, tap, tap, let's go, let's go, tap, tap, let's go, let's go, right here, can you feel, let's go.